気になる男第話久保さんおはようございます前回は「稼げる人って YouTube で稼げる人って一部の人なんですよ」みたいなねお話をしてたと思うんですけどま本当に稼げる人って一部というかそもそも何かに特化して稼げる人って一部しかいないんだよみたいなま野球サッカー スポ,ーツまあ、スポーツ全般何であれやっぱり一部のものしか一部の人しかまあ稼ぐことができないんだよとまあそりゃそうですよねっていうお話を、まあ、YouTube だけじゃないんだよねっていうお話をしていたと思うんですけど、まあ、稼げないことにね一生懸命冷やしている いましてませんかと稼げてないことに一生懸命時間を冷やしてませんかみたいなお金を稼ごうとしているのに何をしてるんですかみたいなねお話をしていただいたと思うんですけどで最後に本当にね、えー、稼げるのは一部の人なんだ,なんだけどだ,だけなんですよっていうことを言って、えー、ましてですねそして使いこなすってじゃあね YouTube で稼ぐんなら YouTube を使いこなすって一体何でしょうかみたいなねお題をいただいたのでまあその お返事という形で、えー、いこうかなと思うんですけれどもはい、こちらですね。で、今 YouTube を使いこなす、まあ、自分なりの単純なこれ考えなんですけども多くの人は、まあ、YouTube を視聴するだけだとは思うんですよね。まあ普通はね多分そうだと思うんですけど自分はそもそも YouTube って使い方ってアニメを見るなんかテレビのものがアニメでーとテレビのものが YouTube で見れるんで ああ良かったなぐらいなぐらいしか使いこなしたことなくて、まあ、それ以上のツールとは思ってなかったんですねそもそもだからその YouTube でお金稼ごうとかもそういうことを一切感じてない人はなんか,あなんか動画見れるからいいんじゃないみたいな、まあ、そういう使い方は全然 OK かなとは思っていてうんとは思うんですけどただその YouTube でお金を稼ぎたいと YouTube でまあ お金稼ぎたいんだって思う人に関しては、この使い方じゃまずくて、さらにその、まあ、リサーチも、リサーチのやり方も多分違うと思うんですよね。YouTube を見るっていうよりも、サムネをじっと眺めるみたいな、自分もサムネをじっと眺めてるんですね。あ、サムネこうやって作るのかっていうのもじっと見たりはしてるんで、本当にその、もう見方が変わると思うんですよね。YouTube でお金を稼ぎたいってなると、単純にこう、エンタメというか、遊ぶ、うん 面白くて見るっていうんじゃなくて多分研究のためですよね完全に研究 <laughs> 研究自分に取り入れるために見るっていうんで,で全然違う見方をするんじゃないかなと思っていて。 で、まずお金を稼ぎたいんであれば動画をアップする人にならなければいけない。動画を見せる側ですよね。見せる側にならなきゃいけないとは思っていて。で、見せる側だけじゃないですよね。動画をその見せるだけではちょっとまだ弱いと。で、久保さんがね、再三言ってると思うんですけど、今気になる男でもずっと言い続けてると思うんですけど、もう視聴者にね、気づきや発見を与えましょうと。しっかりこれ与えましょうと。 でこの動画を見たときに、ああ、この動画見てよかったなと。よかったよかったと。まあ、いわゆるここですよね。えー、視聴者の悩みにドキュンですね。あドキュンじゃないズキュン。<laughs> ズキュンだ表現が悪いですね。ズキュン。ズキュンですね。しっかりこの悩みに、えー、刺さるというかね。でそれがかつ、まあその人の言葉に、その人の言葉に伝え、その人の言葉で伝えてあげるっていうのが非常に重要かなと思って、まあ、その人の経験だったり、 あとはそこが、エピソードが乗ってくるとすごくいいと思うんですよね。自分はこういう,うことがあったんだけど、みたいなね、そういう具体例がうまく使え、それをお話しできるのが YouTube の使いこなすことなんじゃないかなと思うし、あとまあ許可なく無断でね、許可なく無断で放送できるのが YouTube かなと思って、わざわざね、誰かに、ね、放送許可取らなくていいっていうところもまたすごく大きいのが、この公共、まあ、公共電波ではないですけど、 ネットというインフラが声だけ発達してるんであればね本当に自分の声っていうのがどこに届くかっていうのはね本当に計り知れないというか分からないですからねどこに飛んでいくのか、まあ、不可思議なところがあるので、まあ、それが非常に魅力的かなと思っていてでじゃあね本当に困っている方にその失敗経験自分の失敗経験をしっかり伝えてあげるだけでもいいのかなとその悩みがある人に感じて 今こういう失敗しましたよと。で、こういう失敗はね、他の人にもしてほしくないんで、こういうシェアをしてますみたいなことが多分、多分その人の悩みに結構寄り添うんじゃないかなと思っていて、その本気に、本気でこう悩んでる方には、もう自分の、ね、失敗例を全て、 こうお話しするみたいな、そういうことができると非常にいいのかなと思ってるんですよね。その YouTube を使いこなす。なので自分もまあ、今回で言うとこっからスライド作ってないんですけど、本当に YouTube 見るだけじゃすごくもったいなくて、本当に YouTube でまずアップする側になるっていうのが大前提なんですけど、そこから本当にずっと で YouTube でお金を稼ぐためならね、お金を稼ぐときに、まあ、失敗したこととかね、いろいろ自分もあったんですけど、やっぱりその、ただこう放送してるだけでは非常にもったいないですよね。しっかりと伝えるべきことを明確にして伝える。まあ、これはずっと自分も失敗してたことだったんで、それをね、えーまあ、自分はこうやってスライド動画でしっかり伝えることによってこう脱線しないってね、<laughs> 脱線しなくせずにしっかりと伝えることができるっていうことがやっぱり大事なのかなと思っていて、まあ 見てる人はね、本当に時間を使わせてもらってるわけですからね。なので、しっかりとした放送ができるように、まあ、自分も心がけていきたいし、そういう失敗をね、えー、しないように、こうやっていきたいなって思いますね。はい、ということで、今回ね、YouTube を使いこなすということで、しっかりと放送とする。まあ、人の悩みについて、悩みに対してしっかりとね、寄り添っていく。まあ、ここですね、最後言いたかったのは、困っている方に失敗経験を伝える。そしてね、えー あこ,こっちじゃない、こっちです。えっと、困っている方に失敗経験を伝える。そしてね、本気で悩んでいる方に惜しみなく全てをね、与えてあげるっていう気持ちがあれば、必ず届くんじゃないかなと。まあ、それがね、ひいてはこう、悩みを抱えている方に、しっかりと心に刺さるような。 放送ができるんじゃないかなと思ったりもいたします。はい。ということで、今回ね、YouTube を使いこなすことについてちょっと自分なりにお話しさせていただきました。コーナーありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。そして気になる男をまたね、ご覧の皆さん、次回もまた、次回の動画でまた会いましょう。今日はクリスマスですね。良、えー、い,い,い時をお過ごしくださいませ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。